アイススレッジスピードレースは、表情において、ソリに乗って行われる、障害者スポーツであり、在で行うスピードスケート競技で、トラック競技である。歌詞などに機能障害のある選手のみを対象としている。アイススレッジホッケーとともに、アイススレッジ競技と呼ばれ、スレッジレーシングとも呼ばれる。なお、スレッジとは、そもそもは、馬などに引かせる、荷物運搬用のソリのことである。 ヨーロッパでは7世紀頃から行われたとされ、かつては美しい絵が描かれた木製のソリが使用されていた。近年ではアルミニウムや鉄で作られたフレームに座面を設置。フレームの下部にはスピードスケートの刃のような2枚のブレードが設置されている。アイススレッジホッケーのものとほぼ同等であるが、あちらは接触プレーなどが前提であるので強度などの点でかなりの違いがある。 前進するためにはストックを使用するが、先端にスパイク状の突起がついており、これにより氷をかいて進んでいく。長さは長く、スキー競技のものとよく似ているが、地面に全力で突き立てて推進力とするため、強度や材質、構造にはかなりの違いがある。アイススレッジのスピードレースであり、400メートルのトラックで行われる。主なクラス分けと種目は、 以下の通りまた、各、クラスごとに4種目通算の合計得点を競う複合競技も行われていた。公式ではなくなったが、もっと小規模な競技やレクリエーションとしてはまだ、健在である。1980年のヤイロパラリンピックから行われており、アルベールビルパラリンピックで中断されたものの、続くリレハンメルパラリンピックで正式採用された。 日本では長野パラリンピックの開催決定を機に1993年に日本身体障害者スポーツ協会がノルウェー講師を招聘講習会を実施し同年10月に長野スレッジスポーツ協会が発足本格的な競技普及強化活動が開始された長野パラリンピック本番でも 若子らの金メダル獲得などでは大となったが、参加国と競技人口が少ないことを理由に、長野を最後に正式競技から外されてしまったことも、あり、国内大会も長野以降一度開催されたのみで、立ち消えの模様である。厚生労働省、長野パラリンピック冬季競技大会の概要、公益財団法人日本、障害者リハビリテーション協会情報センターマイナス、特集。 もう一つのオリンピック日本の3月、パラリンピック。冬季スポーツの危機について、障害者階層アイススレジスケート開発進むウェブ、トカチトカチ毎日新聞冊し、障害者スポーツの歴史と現状から第一章に、ジャパンパラ競技大会第2回長野での栄光の、舞台裏に伸びやせ人の視点、障害者スポーツをスポーツとして捉えるサイト、挑戦者たちチャレンジャーズ TV、 ありがとうございます。